Guten Tag, grüß Gott, hallo zusammen, あつこです。今日は皆さんにドイツにおけるロックダウンの規制緩和、段階的に進んできましたので、情報をお届けしたいと思います。皆さんにこのような情報がお届けできるようになって本当に嬉しいです。ちょっと前に規制緩和が進んできているんですが、私も規制緩和に伴ってものすごく忙しくなってきてしまったんですね。何度も準備をして皆さんにお届けしたかったのですが、ようやく時間をとって今のドイツの情報をお届けできるのがとても嬉しいです。段階的緩和ということになりますが、今回皆さんにお知らせしたいのが、ドイツにおける全国統一の非常ブレーキの発動要件、そして緩和要件、これは全国共通になります。さらには感染者数の数によって地域によって規制緩和状況が異なるんですね。そのため全ての地域のお知らせをすることはできないので、今回は私が住んでいるデュッセルドルフ市内における規制緩和状況について、ちょっと具体的に規制緩和の内容をお知らせしたいと思います。まず皆さんには全国統一の非常ブレーキというものなんですが、これは過去7日間における10万人中の感染者数が100人を上回った場合に非常ブレーキが発動しロックダウン、そして100人を下回った場合には非常ブレーキが解除されて段階的規制緩和が進んでいく、このような状況になっています。そのため数字によって各地域によっての規制緩和状況が異なるという状況になるんですね。ここで段階的規制緩和のルールを簡単に説明すると、7日間中の10万人中の感染者の数が100人以上で非常ブレーキが発動、100人から50人、50人から35人、35人以下とそれぞれの段階でルールが細かく設定されています。例えばこのデュッセルドルフでは感染者数がどんどん下がってきていることから、それぞれの段階の規制緩和を経て今35人以下の緩和が発動される段階まで来ているんですね。店内店外関係なく飲食ができるのも目前かなという状況です。少し例を挙げると、飲食店の場合50人から35人の段階の時には、外のテラス席では陰性証明がなくても飲食が可能で、店内飲食については陰性証明が必要。35人以下になると店内外関係なく陰性証明がなくてもお店で飲食ができるようになるというものです。この点、小売店でのお買い物についてはすでにマスクの着用は必要なものの、現在も陰性証明が必要なくて店内でのお買い物が自由にできます。このようにドイツでは飲食店や小売店のルールのように、さまざまな場面における段階的ルールが設定されています。このようなルールがある以上、自分の行動範囲の各地の数値はいつも確認していく必要があり、例えばデュッセルドルフではとても分かりやすい感染者情報、ワクチン情報や細かいルールなどが常に更新され確認ができるサイトがあります。参考までに概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてみてください。各地にこのようなサイトがありますので、出向く先の数字やルールを確認してから出向くことをお勧めします。ここで最後に皆さんが聞き慣れない陰性証明について少し解説します。ドイツではシュネルテスト、直訳すると早いテストという意味になるのですが、このテスト15分程度で簡単に抗原検査を受けてコロナの陰性証明を発行してもらう仕組みがあるんですね。このシュネルテストは至る所で受けることができ、ワクチンの接種をまだしてない人やできない人も含めてこのテストを受けることで行動範囲を広げられるというメリットがあります。ドイツも初夏の陽気ということもあって、ルールが緩和されたと同時に皆さんの行動が一気に広がってきています。とはいっても感染防止対策もきちっと施されてのルール緩和ということになっていますので、比較的皆さん安心して過ごしている、そのような様子が伺えるんですね。引き続きこのような情報を皆さんにお届けできるといいなと思って、これからの状況を見守っていきたいと思っています。日本はオリンピック開催国ということもあって、今ちょうど緊張感も漂っている、世界から注目を浴びているこのような状況かと思います。なるべくストレスをためずに免疫力を上げながら元気に生活していきたい。どこに住んでいてもなおこの状況が続いていると思われますので、どこに住んでいる方も皆さん元気でお過ごしください。また皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それではまた皆さん次回お会いしましょう。ビスパーツ、チュース。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。また次回お会いしましょう。ビスパーツ、チュース。